日は12月10日ですね。あと今年もあと1ヶ月切りまして、今日はちょっと今シーズン初ですね、ちょっとワカサギの方に行きたいと思います。田瀬湖、花巻市の田瀬湖ですね。今年ちょっと情報があんまりなくて、結構 SNS もチェックしたんですけど、なんか全くアップしてる人が数人しかいなくて、釣れてんのかなと感じなんですけど、ちょっと今日休みだったのと、あと天気もちょっと気温もプラス今2度なんですけど、まあ、ちょっと暖かいので行ってみたいと思います。田瀬湖に向かってるんですけど、多分今9時なので10時くらいには着くんじゃないかなと思います。それで昨日一応ワカサギの餌を探しにいろんな釣り具店に行ったんですけど、餌がなくて、1箇所で1袋だけ紅刺し置いてて、それ買ってきたんですけど、ブドウ虫が売ってなかったですね。まいったな。もう田瀬湖は紅刺しじゃなくてブドウ虫がかなり効くので、ちょっと今日やばい感じがしてきました。あと現地でも多分餌売ってると思うので、白刺しでも買ってみようかなと思います。なんか大きい白刺しとかあればいいんだけど、まあ、今日はボート釣りで3時間ですね。そう、かなり着込んできました。着込まないと寒いんで、田瀬湖のワカサギは15センチクラスがいるので、すごい引きを楽しめると思いました。あとなんかハヤじゃなくてウグイとか、なんかね、レアな魚が結構いるんですよね。なんだっけ、忘れちゃったけど、あの光る魚がいるんですよね。ハスだね。ハスもいるので、すごい鱗が硬いんですけど、それももしかして釣れるのかなと思って、ちょっと、まあ、行ってみたいと思います。すごい霧がすごいな。霧がすごいし、あったかいんだな。やっぱ海水で、ね、水があったかいから、多分まだ川の水があったかいので、多分かなり湯気が出てるんだろうな。順調に釣れてますからね。そうなんです。もっと早く来てればよ。来ないのかな。なかなか。でけ何センチあるの？15、6センチあるの？測って測定してみると、14センチ。でかマンボ。
浮いてきた、浮いてきた、浮いてきた、キャッチ、浮いてきた、まあいいや。なんだ、レアだ。優しく包み